ときめきメモリアルガールズサイド4、本田くん一途ルートを始めていきたいと思います。いらっしゃい、あっという間にですね、表示する名字と名前を入力してね。あっという間に早速もね、2人目終わりまして、次はね、3人目。私そう、1週目で風間くんとサッサくんは、まあ、グループを結成したこともあって、まあ、割とねこう関わりが結構あったかなと思ってるんですけど、いくくんに関してはまあ1週目ね、デートしたりちょこちょこはしてたんだけども、なかなかね、なんだろう、こちらの食い散らかしにお気づきだったのか、なかなかこう危機管理能力が高めで結構お断りされたりとかもしてて、本当に最後の最後にね、有効にやっとなったっていう感じでね、ほとんどこう、いくくんに関してはまだ全然ね、彼のことを知れていないので、かなり楽しみすごいね、新鮮な、まあ、2人もね、そこそこ知ってはいたけれども、それでもあれだけ楽しめたので、いくくんに関しては全然私、1週目で本当に申し訳ないぐらい魅力をちょっとね、ご紹介、間違えちゃった、いやーちょっと申し訳ないぐらいね、ちょっと魅力を全くご紹介ちょっとできておらずで、今回はね、いくくんとどっぷり濃密にね3年間過ごしたいと思いますので、ちょっとね頑張って魅力をご紹介していけたらなと思います。でお部屋なんですが、最初ねちょっと姫部屋にしようかなって思ったんだけど、ちょっとバイトを早く出したいなと思って姫部屋にしようかなって、まあ、本屋でね、いくくんやるときは、まあ、みんな本屋でバイトすると思うんですけれども、私もちょっと本屋でやりたいなと思ったんだけど、いや、やるんだけどね、そうちょっと最初のね、出会いが一番早い、本当はバイトでそう出会いたいなとも思ったんだけど、とするとさすがに4月中にちょっと出会うのはなかなか難しいのかもなっていうところで、まあ、あとはね、せっかくだからこう姫系って結構選びがちになっちゃうかなと思うので、それもあってちょっと初っ端ねゴールデンウィークに連続デートを決めたいというのもありつつなので、一番素早くでありシンプルでちょっと姫系と悩んだけれども行きたいなと思います。ちょっと新鮮だしね、選んだことないお部屋でね。これで全部決まった？また引き続きですけれども、最初の方のね、風間くんとの強制イベント系のあたりは、今回もカットしていきたいと思います。じゃあ後で会いましょう。私も明日から高校1年生、名門羽ばたき学園の入学式か。ドキドキするな。行ってきまーす。気持ちのいい朝。私の高校生活、いいことありそう。校長先生、ありがとうございました。続きまして、教頭先生、よろしくお願いいたします。教頭の氷室です。校長先生の入学許可宣言を受け、諸君は晴れて羽ばたき学園の新入生となった。ここに運命的に集った仲間と切磋琢磨し、互いに高め合い、3年後この学園から強く羽ばたくための翼を鍛えなさい。我々教職員も諸君を教え導くことに誇りを持ち、精一杯努力する所存だ。氷室先生か、厳しそうだけどすごく頼りになる先生みたい。教頭先生、ありがとうございました。続きまして、当学園の理事長よりご挨拶をいただきます。あの人、電気工事の人じゃね？
笑ったぞ。笑顔がかわいい。なんだお前たち、もう忘れたのかよ。式で職員紹介あっただろ。まさか私たちのクラスの。俺の名前は三影小次郎、このクラスの担任だ。嘘マジかよ、やべえの来た。いい反応で嬉しいね。静粛に。一体何事な。あれは氷室教頭。あ、間違えた、あれは教頭先生。確か氷室先生だったよね。三影先生、直ちに職員室へ。今回はあれだな、課外授業に一回行かなきゃね。これからホームルームを。直ちに。はい。生徒諸君はそのまま自席で待機。氷室先生、耳と髪が抜ける。いやぁ、初っ端からカッコ悪いとこ見せちまったな。なんとか生還したけどさ、無理やり着替えさせられた。先生かっこいいよ。そりゃ分かってんの。でもさっきの方が楽なんだよ。ま、今日はお色直しありの特別版だ。それでどこまで話した？まだ名前しか聞いてないっすよ。待て、もう大きな声出すなって。じゃあ改めて自己紹介な。俺は三影小次郎、5月25日生まれ。明るくてノリのいい大型だ。自己紹介で誕生日を教えてくれる先生初めてかも。もうこんな時間だな。最後にどうしても聞きたいことあるやついるか。先生の担当教科は何ですか。そりゃ必要情報だったな。教科は生物、園芸部と陸上部の顧問もやってる。陸上は完全なお飾りだけどな。そんじゃ最後、窓際のニコニコしている女子。窓際のニコニコって私ですか？そ、ほら、なんか面白い質問で締めてくれ。そんな無茶ぶり。あ、黒板に書かれている牛は？この子はモーリーちゃんだ。実家で飼ってるホルサイン。実家で飼ってる？すげえ、ペットが牛っすか？先生ん家って牧場とか？終わり。最後って言ったろ。そんなホイホイ教えてたら1年間持たねえよ。面白い。もっと聞きたい。ホルスタイン飼ってる先生ってマジやべえの来た。三影先生か、ちょっと変わってるけど面白そうな先生だな。楽しい1年になりそう。はい、ということで無事に今回も入学いたしました。で、早速ちょっと講習でね、イクくんと出会って、で、11日はね、戦闘服を調達し、この残りの3日間でね、ゴールデンウィークのちょっと3連デートをね、決めるためにここをお誘いしたいなと思います。図書室で調べ物してたら遅くなっちゃったな。急いで帰ろう。調査完了。あれ、誰かまだいるみたい。のわっと、ごめん、びっくりさせたよね。大丈夫？はい。あ、俺は本田育、君は？
藤谷しおり。本田くん、何してたの？うんうん、知りたい？いいよ、教えてあげる。ちょっと目を閉じて。今、君は自分の教室で席に座っている。さて、窓はどっちにある？左。はい、正解。じゃあさ、中3の教室、中2の教室って遡ってみて。あれ？ずっと左に窓があったかも。ピポピポーン、大正解。かどうかわかんないけどさ、教室の窓って左にあるのが基本設計なんだ。幅学高等部の教室も全て左で確認済み。なんか地味に、ま、ずっとこういう感じなのかしらね。なんか地味にさ、これもへーみたいな、なんか結構ためになる話というかね、たびたびこういう話を今後もしてくれるのかしら。楽しみね。すごい、気がつかなかったよ。でもどうして？うんうん、右から光が入るとペンを持つ右手の影がノートに落ちて見にくいからだってさ。生徒のこと考えて設計されてたんだ。身近なことなのに全然気がつかなかったよ。そういう気づきが知恵の第一歩。それじゃあまたね。あ、でもね、俺左利きだからちょっと複雑なんだよね。なんかもう最初に聞いた時も思ったけど、いくくんって意外とさ、声が低いのよね。なんか一見こう可愛い顔立ちだから、なんか結構こう可愛い系の声なのかと思いきや、結構もう声もなんか言い方変だけど男の子なんだよね。そこが聞いてくるんでしょうね、きっとね、今後もね。楽しみだわ。本田くんか、ちょっと変わってるけど面白い人だな。さて、今日は何をしようかな。勉強しようか、部活に入ろうか、それともハバチャ用に取材をしてみようかな。ハバチャはちょっとまた今度で、今日はね、大事な戦闘服を買いに行かないといけないから。よし、まずは大冒険かな。リク君はアクティブ系だからね。いらっしゃいませ。初めて大冒険に世話になる時が来たな。1週目はね、いろんなとこで買ってたけど、結構ね、服もだいぶバリエーションが最初から。このニーナはね、すごい役に立つから、ちょっと1着は買おうかな。どっちの色しよう。下を、スポーティーだからな。200リッチスタートになってる。やったね。ちょっとビビッと見が、まあ最初からならないけどね、そんなスポーティーには。でも後々活躍する。あー、でもそっか、最初ならないってこと考えると、これは後でいいや。ちょっと押していきましょうね。最初はちょっと赤っぽいかな、これじゃ。でもこれデニムだからな、いい赤で。もうちょっと欲しい気もするけど、7月にもね、買い物に来なきゃいけないからな。このキャミ買っとくか。なんかこれ蜂みたいだから。こっちにしようかな、緑だし。リク君確か緑が好きなんだよね。こんなところかな。あとは今しか買えなさそうなやつもないしね。
とこですかね。水着はまあまあ後ほど後々っつう感じで、浴衣もそうだ、違うのが欲しいよね。でもこれ、あ、これ何年目のやつだろう。いいか、とりあえず服はこんな感じで良いかな。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。あとは、あ、小物買っとくか。いらっしゃいませ。レギンス結局あんま使わないんだよな意外と使わないんだよな。そうだな、あ、でもスポーティーこれだもんね。でも今しか売ってない系はもうほぼないから、ちょっとスポーティー味が強そうなやつを買おうか。あとダーンが取れそうなやつ。ナチュラル系なんだよな、やっぱ。って考えるとマフラーか。これちょっと服を選ぶけど、服選ぶな。けど1個ぐらいは買っときたいね。これはなかなか激しいからこれちょっとナチュラルっぽいしな。まだこっちかな。いろんな色買っとくって考えると、あと買ってない色、ニットキャップ、うーん、見た目的にこれ一択なんだよな。うちわも買っときたい、うちわも買っときたいけど、でも浴衣をどんなやつ買うかちょっと分かんないからな、イメージがつかないよね。まあでもこっち買っとくか。色的にないやつ、白はあるでしょ。黒も持ってるっちゃ持ってるんだよな。手袋、青と赤は買ったはず、たはずだけど、ちょっとデートがねギチギチになるから、そんなにこう頻繁にお買い物をできないことを考えると、多少ちょっと200リッチスタートになったし、序盤に買っておいてもいいかもねって感じよね。ストールも買っとく。なかなか、あれ最も買ってなかったっけ。結構買ってる。いやでもまあ、もうこれでシモンに来ることは、ハット買っとくか。これでシモンに来ることはもうないんじゃない。よし、 OK。 結構買い物できるようになったな。やっぱ200リッチやると違うわね。なんかちょっとのんびり買い物してたらもう20分ぐらいになっちゃうどうもありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。ちょっと流行アイテムはね、今回持ってるやつじゃなかったから。みちるさん、マリー、自分磨きは順調？実はよくわからなくて、どうしたらおしゃれになれるかな。ファッションのことなら任せて。はっきり言うからちゃんと聞いてね。うん、わかった。まず今日のマリーのファッションは流行を抑えればバッチリだよ。流行を抑える？そう、私たち姉妹のコラムに今流行りのアイテムが書いてあるからチェックしてみて。
流行りのものを身につけることでおしゃれはどんどんレベルアップするからね。流行のアイテムをチェックか。コラムを見なきゃダメみたい。いい？マリーが次のファッションレベルに上がるためにはまだまだ努力が必要かな。さっき言ったことを意識してみてね。まだまだか。もっと努力しなきゃ。ちょっと行楽が悪いんだよな。道引かと遊びたいとこなんだけど、しょうがないからちょっと運動激引くだからやるか。よし、じゃあ早速ね、初めてのデートにお誘いしますか。その前にそうだ、いけね、誕生日をだいぶ、あ、そうかい。じゃあ誕生日聞かないとね、今度ね。もしもし。あ、本田くん、藤谷だけど。あ、どうしたの？うん、あのね、あなたは水金、本屋は水金だからね、日月カートちょっと3連を決めよう。あ、そっか、森林公園行こうと思ってたのになかったから後回しかな。じゃあ、そっか、派閥はやってないからまだないんだね。ね、そしたら、ライブハウス、嫌いなライブハウス。5月2日にライブハウスに行かない？うん、大丈夫。じゃあ5月2日に駅前広場で待ってるね。はいはーい。やった、早く5月2日来ないかな。ちょっとやっぱ気配り上がらないな、運動じゃそんなに。お、やった、しょっぱな、いくくんじゃん。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。お願い、帰って。本田くん。あ、俺に何か用？今日一緒に帰らない？うん、いいよ。今日は用事もないしね。よかった、それじゃあ行こう。しかし会話はない。そうだと思ったけど。かわいいの。よし、じゃあ今日は2回目のデートにお誘いしよう。もしもし。あ、本田くん、藤谷だけど。あ、どうしたの？うん、あのね、今回遊園地ね、なかなかいっぱい行かなきゃいけないから遊園地行っとくか。5月3日に遊園地へ遊びに行かない？うん、大丈夫。じゃあ5月3日に、あ、ミミスかって、5月3日にバス停で待ってるね。はいはーい。やった、早く5月3日来ないかな。気配り低いな。よし、今日もそうしよう。もしもし。あ、本田くん、藤谷だけど。あ、どうしたの？うん、あのね、水族館は好きでしょうね。5月4日に水族館に行かない？うん、大丈夫。じゃあ5月4日に羽ばたき駅で待ってるね。はいはい。やった、早く5月4日来ないかな。よし、じゃあいざ初デートに出陣ということで、今日はライブハウスに行ってきたいと思います。ちょっとりくくんとはね、あんまりデートしたことないから、かなりね、ちょっと新鮮だよ。流行もちょっと2つ入れてみたし、いいでしょう。
あ、そうか、聞いてくるね。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ。今日はライブハウス。まだ来てないみたい。まだ来ない。もしかして私、待ち合わせ場所間違えてる？本田くん、まだ来てないな。ごめん、途中で気になる裏道を見つけてさ、近道かと思ったら遠回りだった。次からは気をつけるように。はい、じゃあ行こう。どうしたの？あんた最初から口言っても大丈夫だったんだね。なになに？あ、今日の服。え、おかしいかな。その逆、すっごく似合ってる。俺、それ着てる君好きだな。よかった、本田くん、このファッションすごく気に入ってくれたみたい。流行をチェックしてるな。したわよ。あ、気づいてくれたんだ。だー、君ってば最先端を走りすぎだよ。俺が教えようと思ってたのに。やった、褒めてもらえた。チェックしておいてよかったな。これから小さな会場の中で大きな音を聞くんだね。まあそうだね。まあ嫌いだもんね。チケットにドリンク代も含まれる。面白いシステムだな。足元気をつけて。あ、これは暗いとこだからちょっと別のことしようかな。俺に捕まっとく？いいの？未知の体験だった。めっちゃびっくり顔。音が大きくて耳がキンとする。君も？俺もまだ演奏続いてる感じ。あ、でもあんま好きじゃないとこの終わりにはなんか楽しそうにしてくれてよかったわ。やったね、バッチリ好印象。暗いけど目慣れてきた？ちょっと慣れないな。暗いけど感じるよ、君の視線。あら。また誘ってよ。どうしたの？まだまだ元気なんだ。さ、帰ろ。よし。あ、本田くんからメッセージ。君といると発見だらけ、ワクワクが止まんないよ、だって。初めて、メッセージも初めてだよね。初めてだと思う。嬉しい。あ、結構近づけてる。よかった、今日は本田くんとすごく近づけた気がする。いいじゃん、いい素振り出しですね。じゃあ今日は遊園地に行ってきたいと思います。ちょっとあんま合わないけど、ちょっと流行を、せっかくグレードサングラスだから。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ。毎日忘れてんだね。まだ来てないみたい。まだ来ない。もしかして私、待ち合わせ場所間違えてる？本田くん、まだ来てないな。ごめん、途中で気になる裏道を見つけてさ。ピンク似合うね。近道かと思ったら遠回りだった。次からは気をつけるように。はい、じゃあ行こう。ん？どうかした？あ、今日の服。え、おかしいかな。その逆、すっごく似合ってる。俺、それ着てる君好きだな。よかった、本田くん、このファッションすごく気に入ってくれたみたい。流行をチェックしてるな。気づいてくれたんだ。だー、君ってば最先端を走りすぎだよ。俺が教えようと思ってたのに。やった、褒めてもらえた。チェックしておいてよかったな。それで君の一番はどれ？観覧車に乗ろうよ。うん、いいよ、妹も好きなんだ。妹の話出ましたね。ん？なになに？
俺も自転車の車輪みたいなスポークの構造を見るのは好きなんだけどね。スポークってなんだろう。スポークか何かわかんない。あ、いろいろ喋ってんのね。すぐ終わりそうだね、10分ぐらいね。観覧車ってさ、景色もスリルもじっくり味わえるね。綺麗な景色を堪能できたね。うんうん、最高100メートル近くまで上がるからね。羽ヶ崎の海まで見えたよ。やったね、バッチリ好印象。ワクワクしてきた。うん、どこか行きたいの？また誘ってよ。ん？またどっか行こう。さ、帰ろ。あ、本田くんからメッセージ。あ、前回よりダメだったな。今日はありがとう、またね、だって。ん？今日は少し本田くんと近づけたかも。まあまあいいでしょう。今日は水族館か。遅くなっちゃった。本田くんは、あ、あ、こっちこっち。昨日と色違い。でもこうなんかパステルな色が似合うね。可愛いわ。待たせちゃってごめんなさい。そうなの？気にしてないよ。どうしたの？どうかした？あ、今日の服。え？おかしいかな？その逆。すっごく似合ってる。俺、それ着てる君好きだな。よかった。本田くん、このファッションすごく気に入ってくれたみたい。流行をチェックしてるな。あ、気づいてくれたんだ。だあ、君ってば最先端を走りすぎだよ。俺が教えようと思ってたのに。やった。褒めてもらえた。チェックしておいてよかったな。もう、第二の我が家って感じ。早く入ろう。すごい嬉しそう。めっちゃ嬉しそうだね。予想以上の嬉しそうな感じ。ん？何何？見てよ、この大きな水槽。すごい迫力だよね。楽しんでるね。熱帯魚の模様って綺麗だよね。そうそう、魚類の色覚って人間よりカラフル。彼らが見る世界は俺たちの想像をはるかに超えちゃってるってこと。あ、そうなんだ。じゃあいろんな色が見えてるの、魚は。へえ、そういうことだよね。へえ、そうなんだ。なんかあんまり見えてないのかと思ってた、逆に。やったね、バッチリ好印象。どうしたの？俺？全然嫌じゃないよ。また誘ってよ。ん？またどっか行こう。さ、帰ろ。あ、本田くんからメッセージ。今日はありがとう、またね、だって。ん？今日は少し本田くんと近づけたかも。で、今日はゴールデンウィークの最終日かな。じゃあここでちょっとホタルをの住みかを出しとこうかな。で次はじゃあ5月6日からね、ホタルの住みかをちょっとハバチャやっておいて、5月6日からね始めたいと思います。じゃあ、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。